セリーグ、話題が多すぎる。五ノ瀬ファンの反応。優勝ラインどんなもんや。もう阪神負け越しでも広島は20勝くらいせんとあかんレベルか。ベイスターズ4位転落。残り5分で勝っても82勝やん。これで阪神まくれる球団おるか。最大貯金12を使い果たしたかレイス。もう V やねん発売しよう。広島全然負けへんやん。阪神強すぎやろ。広島怖いな、全然負けん。阪神の勝ちより中日の米のが盛り上がってるじゃん。ライマルブチ切れとか。秘宝、名古屋城、立浪和義軍の兵糧攻めで陥落か。阪神さん少しは負けてくれないか。広島ファンは27勝8敗ペースで逆転 V を狙ってると言ってた。さすがに勢いあって怖いな。龍虎同盟が破棄されたの許せない。横浜4位になっとるやん。早くシーズン終わらんかな。毎日が辛い。ちな役。9月に入って貯金20あったら優勝するけど阪神には無理って前半戦は思ってたけど、まさかこんななるとはね。静かに勝ち続ける阪神が強いわ。広島がこんな連勝して一切ゲーム差縮まらないのしんどいやろな。中日スレ3つくらい同時進行してんのさすがにおかしいやろ。9連勝、3連敗、3連勝、6連敗、4連勝、広島は総打つが激しすぎるんよ。秘宝、横浜さん、梶谷の打球で坂口がエラーして B クラス。阪神さん少しは負けてくれないか。広島が全勝すれば阪神は戸郷に3回当たるからゲーム差消えるな。近本がホームラン打ったとき中日ファンが、こいつこめぐってんだろ、とか言ってて草生えた。確か広島は今日勝ってようやく今月5割だった気がする。今年優勝逃したら阪神ファンは一生ポジらんやろな。コミュニティにて期待の選手や使ってほしい選手、試合の感想や他球団の話などファンの方々と盛り上がれたらと思っています。阪神ファンだけでなく他球団ファンの方もぜひチャンネル登録お願いします。あ、もちろんコメントと高評価も。